アダム・ページは、アメリカ合衆国の男性プロレスラー。本名、ステファン・ウォルツ。え、所属。バージニア州、アーロンズ・クリーク出身。ジミー・バリアントの下でトレーニングを積み、2008年5月24日に、プロレスデビューを果たす。2011年1月14日、ローが主催する、チャンピオンズ VS オールスターズのプレショーに出場。セドリック・アレキサンダーと組んで、 ボビー・シールズオリオン・ビショップ組と対戦したが敗戦した。2013年1月5日、トッププロスペクトトーナメントに初出場を果たし、1回戦でサイラス・ヤングと対戦するも敗戦した。3月2日、ロイ・デブンス・アニバーサリー賞にて、ヤング、ア、キューティー・マーシャル、マイク・サイダル、タダリウス・トーマスを交えた 6A マッチに出場し、PPV デビューを果たしたが、 試合はあが、ヤングからピンフォール勝ちを収めたため、勝利を飾ることはできなかった。11月2日、ザ・ゴールデン・ドリームにて、マット・ターバンの保持するロー世界 TV 王座に挑戦。ロー参戦以降、初のタイトル挑戦となったが、敗戦し王座ダッシュとはならなかった。2014年3月7日、アレキサンダーとのタッグで、ジミー・ジェイコブス &BJ ホイットマー組と対戦するも、 アレキサンダーがピンホールを奪われ敗戦。試合後、ジェイコブスがアレキサンダーを場外に蹴落とすと、マイクを手に取り、俺たちについて来いと呼びかけられジェイコブス、ホイットマートともに退場し、ザ・ディケードに加入した。以降、ディケードの一員として試合に出場していったが、10月25日、ロデリック・ストロングホイットマートのトリオで出場した試合で、 ストロングと誤爆してしまい、結果としてストロングがピンホールを奪われ敗戦すると、試合後にはストロングと口論を交わし、不穏な雰囲気へと発展した。12月7日、フィナールバトル2014にて、ストロングとシングルマッチで対戦。ストロングホールドを極められ失神してしまい、レフェリーストップ負けを喫したものの、試合後に握手を交わし和解した。その後、 ストロング、ジェイコブスがディケードを離脱し、ホイットマートのタックで出場する機会が増え始め、2015年1月24日、ロー世界タック王座を保持するレッドラゴンに挑戦したが、オライリーからギブアップを奪われ敗戦した。4月4日、後対戦し、勝利を収め、試合後に、セコンドについてたホイットマートともにアを襲撃した、ことから抗争を開始。同月日、 あと再び、シングルマッチで対戦し、終盤に、レフェリーにしがみついて、注意をそらすと、兄ローブローを決めて、勝利を収める。7月24日、デスビフォーディスオナー13にて、サンドアットシングルマッチを行い、最後は、コーナーポストから、リングサイドのテーブルへ向けて、ライトオブパッセージを炸裂させ、リング上に戻して、ピンホールを奪い勝利、 構想に終止符を打たせた。2016年2月6日、アレキサンダーとのシングルマッチが組まれた試合前に、ホイットマーの襲撃を受けてしまい、リケードを解散。同月26日、ローフォーティンスアニバーサリー賞にて、元タッグパートナーとなったホイットマーとシングルマッチで、対戦。終盤、椅子を使って攻撃しようとするがレフェリーに止められ、没収されると、その隙をついて、 ホイットマーからローブローを喰らい、丸め込まれピンホール負けを喫した。4月23日、ストリートファイト形式のシングルマッチで、ホイットマーと再戦し、スピアーを決めて、勝利を収めた。5月9日、ウォー・オブ・ザ・ワールズツアーのメインイベントに、出場予定とされていたが、リングに姿を見せず試合が開始される。試合終盤。 レフェリーがダウンしてリング上が無法地帯と化する中、ようやく登場し、当初組む予定だった J ブリスコからパイプ椅子を手渡されたが、直後に J に対して急所攻撃を見舞い、相手チームの勝利をアシスト。道軍を離反し、バレットクラブに加入した。6月19日の大阪城ホール大会にて新日本プロレス初参戦。これを機にリングネームをアダムページから、 ハングマンページに解明。2018年8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28は A ブロック予選を勝ち点6と最低成績で自身を含めた同点5人のうち勝った相手の勝ち点合計が最も低かった。ありがとうございます。